海底から、57メートル、海底から57メートルの深さのところを走ったという感じですかね。はい。まあ、これだけのものを作れるっていうのは大した技術を日本は持っているということなんでしょうね。まあ、千葉県知事のおかげでですね、ここも今安く通れてるようです。まあ、こう安く通ってみんなが千葉に行って千葉にお金を落とせば、まあ、通行料で金を取る必要もないということなのかもしれません。とにかく、今何時ですか？10時ぐらいなんですけど、日曜日の10時にここだけの車がですね、トンネルを通って